花札にも飽きたな。別の余興はないのかい？仕方ないの。見つけたぞ、ここだ。大名を狩る前にお前を倒さねばならないようだな。私たちをね。外が騒がしいの。落ち着いて考えられぬではないかい。ついに出てきたな。知らせなくては。八尾と九尾が出てきたみたいだよ。八尾と九尾の二人出てきたけど、大名たちはどうすんの？やっぱ交渉の駒として捕獲しておいた方がいいよね。いや、大名どもはもういらん。奴らを捕らえれば国側から里の忍び連合へ圧力がかかる。もともとそうして八尾と九尾を出させるための駒に過ぎなかった。八尾と九尾が出てきた以上、そんな回りくどいやり方は必要ない。あの雷影のことだ。この戦争で大名どもが交渉価値などないと鼻から分かっている。月の目計画が成功すれば。